ヌーディストビーチヌーディズムは全裸でありながら服を着た状態と全く同じように過ごすこと。ただし服を着て生活することが規範となっている社会における活動を言う。日本語では裸体主義という。ヌーディズムは自然との関わりを強調してNaturismと呼ばれることもある。ドイツでは FKK と呼ばれる。ただし似ている語のNaturalismは自然主義のことで全く別の概念である。ヌーディズムを実践する者をヌーディスト、ナチュリスト、裸体主義者という。一般に衣服の拘束からの解放感や全身が直接日光や水や空気に触れることを楽しむことを目的に日光浴、海水浴、外気浴、森林浴、スポーツなどを行ったり、全裸になって屋内で過ごす、レクリエーション、また、リラックス法として実践される、日常行われる、風呂に入る、衣服を着替えるとは異なり、自らが裸になるプライベートな目的行為にも、かかわらず、公衆の耳目を集める、公園、海岸、森林などの場所で行われる場合に、他人の裸を見るということが非目的であれ、可能となることが非道徳的行為と捉えられて問題となる。欧州ではこれらが保全された場所で行われることは比較的理解が進んでいる。ドイツやフランスなどのヌーディズム先進国では家族や仲間でヌーディズムが実践されていて公認のヌーディストエリアも多数存在する。また、ヌーディズムを否定的に捉える人との住み分けを図るべく専用のビーチやキャンプ施設等が設けられている場合も多い。ヌーディスト専用のホテルも存在する。ヨーロッパでは啓蒙がごく普通に行われるため、現在のヌーディストは完全に局部を剃ってある人が多いが、陰毛に関する規定はなく、生やしていても良い。ヌーディズム先進国では、いわゆる露出行為とは、性的感情の有無などを基準に区別されている。しかし、他人の裸を見ることが注目を集め、また、性欲の発情につながることを否定しきれないため、日本を含めてそれ以外の地域においては、両者を同一視されてしまうことも多い。19世紀末、ヨーロッパにおいて、工業生産の増大と、鉄道、自動車による加速度的な近代化に反発する形で、自然回帰の動きが高まり、ハンドクラフト運動、禁煙、禁酒運動、健康食、健康飲料、ダンス、海水浴、日光浴、ワンダーフォーゲル、ハイキングなど、野外活動の推奨などが声高に叫ばれ始めた頃に、こうした運動がまずドイツで始まり、続いて他のヨーロッパ各国に広がり、さらにアメリカ大陸やオーストラリアなどにも広まった。1920年にフランス最初のナチュリズム施設、スパルタクラブが、バルドワーズ県にでき、1950年にはフランスナチュリズム連盟が設立された。ヨーロッパが東西の両陣営に分裂していた自分も、夏場には東欧諸国やソビエト連邦内部の欧州側にはこうした文化がしっかりと存在していた。2002年の時点において FFN 加盟のヌーディストキャンプは約170カ所あるが、小は数十人を収容できるだけの簡単なキャンプ場から、大は大西洋岸のユーロノットのような数千人を収容できる規模まで様々である。自治体によって認可されているヌーディズム用の海岸、及び川、湖は2000年時点で約70カ所である。2004年から2005年にかけて、中国や韓国でヌーディストビーチ開設の動きがあったが、実現しなかった。2010年代に入るとヌーディズムは徐々に下火となり、クロアチアのアドリア海に面したヌーディストキャンプは、1980年代半ばの34カ所から9カ所にまで数を減らした。利用者も高齢化が進んでいる。ヌーディズムを愛好して実践する者は少数派にとまっている。しかし、西欧諸国など、ヌーディストビーチやヌーディストキャンプが多数ある国も存在する。南フランスのキャブダグドのような大規模な施設はヌーディストリゾートと呼ばれることもある。こうした活動のできる場所のガイドブックはヨーロッパでは夏場、駅のキオスクのようなところで簡単に手に入れられる。国家や地方自治体が公的に用意した観光案内のホームページでもヌーディズムの紹介が掲載されたり、ヌーディストサイトを紹介するガイドブックがダウンロードできるなど、社会的に一定の認知を受けている。海岸だけでなく大都市部の真ん中の公園なども、夏場は、こうした愛好者たちが集まってくる。教会や市議会などでは、毎年のように対応が議論されている。全裸が義務付けられて、裸になる者だけが入場できるところと、服は着ても着なくてもいいというところがあるが、いずれの場合でも、他人の裸を見ることではなく、自分が裸になることを楽しむための場所である。ヌーディズムが一定の社会認知を得ている欧米でも、法律とのトラブルを避けるためにも性的な行動を除外しようとするところが多い。例外的に性的な関係を求める者が集まる危険な場所も存在する。これらの場所には、その規模によって様々だが、プールサウナをはじめ、テニス場、アーチェリー場、ジムなどのスポーツ施設や、売店、レストラン、子供の遊び場などが設置されている。また、イベントとして、スポーツ大会、歌謡、ダンスパーティーコンテスト、ボディペインティング、映画上映会などが催されることがある。これらを総称して、ヌードレクリエーションという。一般的には、週末や休日などに、これらの場所に、カップル、夫婦、家族連れなどで出かけ、日帰りで、あるいは宿泊して過ごす。椅子などに座る際はタオルを敷くことが衛生上のエチケットとして求められる。裸でいることを除いて、基本的な日常生活でのマナーはすべて必要である。また、特別な場所に出かけるのではなく、自宅等において全裸で日常生活を行う者がいる。また、他人が立ち入らない野山や海岸でヌーディズムを実践する者もいる。露天風呂や混浴風呂などの施設を利用して、全裸の開放感を楽しむ者もいる。平和を求めたり、戦争、環境汚染、野生動物の狩猟に反対するために、全裸でアピールを行う場合がある。全裸で自転車に乗り、自動車による環境汚染に抗議するネイキッドバイクが有名で、パリやロンドン、マドリード、モントリオール、メキシコ市など世界各都市で毎年行われている。米国のミシガン州立大学には、学生が全裸で街を走るネイキッドマイルという伝統行事が2004年まであった。ヌーディズムの国際団体として国際ナチュリスト連盟があり、またアメリカ大陸やヨーロッパ、オーストラリアなどの各国に国内組織がある。イグ・ノーベル賞の2004年文学賞に米国ヌーディスト研究図書館が選ばれている。2009年現在、日本には自治体公認のヌーディストビーチなど、公共のヌーディズム実践の場所は存在しない。刑法上の問題で公共の場で全裸でいることが可能なのは、銭湯や公衆浴場、露天風呂などを除いてほとんどない。また男女が同時にというのは、混浴の場合が唯一許容されている例である。1970年代初めには、和歌山県の白浜海岸でヌーディストビーチを設置する計画があったが、実現しなかった。またその後、インターネットの普及により1997年頃から、ヌーディズム関係のホームページが開かれるようになり、掲示板上での交流が行われ、仲間を集めて活動したり、私的なクラブが設立されたりしているが、公共のヌーディストビーチを開設しようとするなどの、まとまった形のヌーディズム運動が展開されるには、至っていない。全裸になって、他人の性的羞恥心を害すると、刑法第174条の公然わいせつ罪に問われ、わいせつの解釈や状況次第では有罪になることもある。ヌーディズムは日本人全体から見ればごく少数による活動であり、日本で広く理解を得ているとは言い難く、全裸が性欲を興奮させ刺激する行動であると考える者が多数なので、たとえ私有地や屋内であっても、他者の目に触れる状況であれば変質者や露出狂と、みなされる。しかし、刑法にはヌーディズムそのものを制限する条文はないので、当然ながら他者の目に触れない場所での実践まで制限されていない。刑法上の問題以外でも、ヌーディズムに反対する意見の根幹にあるのは、公共の場などで裸でいることそのものに対する反対であり、裸でいることを必要条件とするヌーディズム推進派とは根本的に相入れない。ヌーディズム推進派はこれに対し、活動が性愛的な要素を含まないこと、裸でいることによる健康面における様々な効果、裸でいることに対する羞恥心や嫌悪感は後天的なものであることなどを主張している。このことに対して喫煙に対する解決方法が禁煙と分煙であることが参考になる。ヌーディズムの盛んな欧米においては当初違法とされながらも歴史を経て一般の場所では全裸になることが許容されなくても特定の場所では全裸でいることを公然わいせつなどの適用外とするような法解釈の変更や法令の改正が行われたケースがある。日本でもそれを念頭に置いて合法化を目指すべきと考えている者もいる。現行法に抵触しない範囲と判断して、私有地や他人の訪れる可能性が低い場所で実践している者もいる。海岸や河川などで水着を着用せずに、裸のままで泳ぐことをスキニーディップという、ヌーディストビーチの栄光の日々をもう一度クロアチア AFP2019 年11月8日閲覧ザトップ1 000プレイシズ2ゲットネイキッドザワールズベストヌードビーチズ&リゾアッツ ISBN978 から0から934,106から22から 1AFP 裸で自転車に乗り環境保護アピール、ワールドネイキッドバイクライド開催2007年6月10日、発信地、パリ、フランス、週刊大衆1971年7月22日号、本項の体験記を参照。ありがとうございます。